浜ゆっこです。ひでゆきです。誕生日には楽天ポイントがもらえるの巻。はい、まあもう今言った通りなんですけど、誕生日にね楽天ポイントがもらえるんですよ。でなぜねこういうことを言うかと言いますと、実は僕ね1月5日僕の誕生日なんですよね。多分この動画が公開されるのが1月5日なので、本日1月5日は僕の誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。で誕生日にね楽天ポイントがもらえるんですけど、今日はそのことについて説明していきたいと思います。でこれなんですけど、会員ランクによってもらえるポイントが変わってくるんですよ。これねダイヤモンド会員だと700ポイントももらえるんですよね。おおすごい。結構嬉しいですよね、うん、プラチナだと500ポイント、ゴールドだと300ポイント、シルバーだと100ポイントがもらえます。で、僕はダイヤモンド会員なんで700ポイントもらえます。うん、嬉しいですね。で、これをね、もらうためにはちょっとね、やっておくことがあるんですよ。何もしなかったらこれもらえないんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。で、それは何かと言いますと、楽天会員ニュースを購読する必要があります。で、これを購読しておくと、誕生日月の上旬から中旬までにメールが来ます。一回購読しておけばいいんですけど、例えば、あ、今日誕生日月だと思って購読しても、その月の4日の23時59分までに購読してなかったらもらえません。なので、もうあらかじめ余裕を持って楽天会員ニュースを購読しておくのがいいかと思います。で、このページですね、この今映っているこの画面の URL を概要欄に貼っているので、でこのページに行ってもらって、今すぐ楽天会員ニュースを購読するっていうのをポチると、これで誕生日月にポイントがもらえます。多分ねまだねいろいろ他のサービスとかからポイントとかもらえると思うんですよね。クーポンとかもらえるのかな。ちょっと僕それ楽しみで、はい、それまたなんかもらったら発信します。あ、誕生日クーポンってことね。なんかもらえるんじゃないかなと、うんうん、誕生日に ね、それが分かったらまたお知らせします、うん、はい。いやー、なんか思わぬところから楽天さんから誕生日を祝ってもらえてよかったね。よかったね、まあ、ちなみにうちは何もしないですね。そうですね、あの我が家の方針は誕生日だからといって何かを買うということはしないです。ただその代わり誕生日じゃなくても欲しいものがあれば、本当に欲しいものがあれば買うっていう方針ですね、うん、だから誕生日の日にあえて欲しいものを無理やり作って買うということはしません。はい、そうですね、まあ、多分それは賢いかなって僕は思ってます、うんうんうん、日常を過ごす感じだね。そうそう、日常を過ごすとそういう感じですね。そうだね。なんであのクリスマスとかももちろんね、うんうん、なんか買ったりもしないですし、うんうん、まあ、結婚記念日とかになんかね物買ったりとかしないですね。しないね。まあなんかいいもの食べに行ったりはするけどね、うんうんうん、なんかどっか泊まりに行くとかはするかな、まあ、してもいいかな、うん、なんか私が計画してるのは、あの明日、うん、あの1月5日ね、うん、これが出てる頃は、うん、あの秀樹がラーメンが好きだから、うん、つけ麺を作ろうかなと思ってます。おー、いいね。ネタバレしていいのそれも。予告予告、はい、わかりました、はい、つけ麺いいですね。はい、というわけで今日は、楽天はお誕生日にポイントをくれますよというのをお送りしました。濱ゆっこと秀樹がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバーイ、はい。